ねえだ、じっきんやっきんび。てんとか。てんとか。ベトナムでトヨタは王座を死守、まあまあまあ維持し続ける、王座をし続けることができるかと。で、今これがだから、凄まじい天下って直訳しちゃうとちょっとおかしいことになるから、まあ要は血液になるようくらいのものがなるんだけど、まあ凄まじい変化があったってことなんで、まあそれは今からやります。やばいぞ。ティースンベトナムライアン、チュンキングアクテイマー、ワンサンファンマー、ダインザー、評価、トヨタの評価。何の評価かっつうと、競争相手に負けたってことだな、負けたというか、負けたという評価をして、値段の最低限という、まあ一応そういうことなんだけど、まあ信じられないような価格設定は今まで見たことがないとか、そういう言い方をすれば、まあ、それぐらい凄まじい、最低であるというのがここ、これが対戦相手ってことなんだ。ゲームって書いてるのに、これ失ったとか、まあ負けたって評価をしたとか、どうも概要が、市場の概要として、まあリードを持ってるかどうか、リードがあるかどうか、これ鉄製フペンや、これはだから個々のブランド、個々のブランドに関してはヒュンダイ、ヒュンダイに対して失っていると、まあリードを失っているってことなんだ。そうだね、ベトナムの市場で、ヒュンダイに、まあ、ちょっと、優勢ではないってことね。次、続いた報告があったと、ね、マナと GC モーターが、これが日本の自動車メーカーが5307台で、それに対して競争相手は競争相手のどうだ、これヒュンダイか、書いてねえな、忘れた、6885台。競合他社は6885台って書いてあるから、この2社の報告によるとってことだから、まだあと GC モーターによるとってことだから、で7月の初めに、今年の7月ってことかな、日本の合弁会社、まあ、レクサスを含むんだろう、その前か、34,484台が、ヒュンダイが32,367、これレクサス含んでるのか、まあいいや、それは次にやるんで、次、まあ、この営業状況をまあ推察して、トヨタのベトナムは王座を
失っていると。よし、優位性っていうか、DC モーターに、DC モーターに王座を取られちゃった。で、ね、それだけではなくて、チュンハイか、チュンハイに、これチュンハイの役の、チュンハイに競争相手として、激しい競争に、まあ、直面してるってことかな。あ、ゲプト、タンバイヤー、レンカ、日本の合弁会社5462台レクサスを含むで、チュンハイに720台を取るけれども、7月については31315台で、チュンハイより2000台多いで、5月今年のせいまで年度だからな、これ5月の終わりにの生産まあ豊富的か優位性ってことになるのかな。トヨタの優位性はこのウィゴとカローラアトラス、あとカローラグロスとヒルックスと、ここに来てホークツナーと車のことは分かんないんだけど、ウェットアートはイノーバートビオスってことで、これがトゥンハイはこれに対して生命とということで言えば、マツダのスンとキアのセラトとキラのもちろんセルとか、これが熱いと。作りまくってよくわかんないけど、ローマ字読みでいいんだな。で、DC モーターは新しいものは、新しいって、まあ新車っていうか新製品がないってことな、まあ、非常にセグメントがこういうもの強いと、サンタフェとかコナとか、まあ、これヒュンダイのアクセントとかグランド、こういう機種が多いと。ブログの方で読み役はあるので、まあ、ちょっと車のことはちょっとよくわかんないんで、一応こういうものが強いと。続き、車 A 車っていうのは、いや A こういう、まあ、A のカテゴリーとしては、相手の前アクセントとか、ね、トヨタウィゴ、このウィゴっていう車がの、なんだろうな、あぶちゃった、あ3種類か、あイノーバとビオスとイノーバビオス、こっちなとか、合弁会社のアベンザトラッシュもだ、ウィーゴはそのビオス、イノーバ、フォーチュナーの後継として、営業車、まあ要するにビジネスの車で、まあそれの輸送、まあ、いわゆるライト版みたいなやつを、まあそれが戦略的な製品であると、まあそれの一つだと。なんだけれども、時間が経つにつれて市場では
ベトナムの市場では、まあ、それは受け入れられなくなっていると。で、専門家は言明してると、なんかちっちゃいとか不足ってこと言ってるんだな。この3種類は不足しているから競争相手に対して納得は、まあ、してくれんかどうかとか、まあ、競争することはできないと。同じセグメントの競争相手にはそっとできないと。で、これに対してしょうがないのかどうかなんだけど、まあ、トヨタは最初にそのウィオっていうのを値引きと総オプションを足して増やして、で7月中旬かこれ、完売だに7月中旬に、装備を足して値引きして売りましたってことね。一応そういうことです。セダンの B は、敵なしと、まあ、トヨタに対してビオスは主に個々のセダンのにおいて市場において確保たる、まあ、セグメント、まあ、および市場全体の、確保たる地位とは名前を気づいて、で、ヒュンダイアクセント、ホンダシティ、キアソルトなど人気が高いものがあるにもかかわらず、お客に対して、のベストセラーランキングで、まあ、1番っていうか、うん、そうだね、1番使う、まあ連続上回ってるんだね、そういうものに対してであると。ベトナムのお客に対してに、その人気というの魅力を証明している。で、まあ、市場の影響っていうか、まあいろいろあって低迷したんだけれども、影響によってしたんだけど、まあ病気、まあコロナってことだね。ビオス、マイソンは、2811台か。売ったと。ヒュンダイの、アクセントは2219台だった。7月だけでも話しても、まあ一応こういうことである。まあ、ということです。はい。テープと続き、セダン版 C や、セダンの C タイプは、トゥンハイに、負けると。セダンセグメント、 C のセダンセグメントはトヨタ、ラプザ、今回から組み立てられた車、トヨタの敗北を目撃したと、負けたと。で、マツダのそのソリーとキアのセラトとセダンセグメントはトゥンハイからの、まあ、敗北したと。で、マツダとの3とこのキアのセトラ
セラトが競争をリビードしていると。でトヨタのカローラ・アルティスは1037台だったって。7月の初めの、今年の2020年の7月の初めに1037までに1037台売っただけであると。でホンダのシビックも1400台売れたと。それで、カローラクロスシなんていうのアルティスと、SUV のシート、あこれかカローラクロスの、ちょっと書き方が忘れちゃったけどは、まあベトナムに入ってくるの、これ噂があったってことだけど、しかしこれは、セダン C としては、一部のアップグレードとして値段を変更して設備と価格が一部変更されてわずかに、少し軽くアップグレードした。これはベトナムで2番目に人気があるのかな。うんそうだね、Cクラスセダンってなってる。一応そういうことです。ティップと続き SUV だって。 SUV の、一時的に王座を失うと。SUV、ヒュンダイのサンタフェ、市場はトヨタフォーツナーというのがあるんだけど、それが競争をして、まあだから大幅に減少してるってことですよ。でトヨタのうち524台売ったんだけど、セプトやマツダの、CX-E526、フォードのエベレストが、620台っていうことになって追い上げ、ライバルをだから下回っちゃって、ヒュンダイのサンタフェが、台頭してきて売り上げが下がって、そのライバルのマツダでフォードよりも下回ってると。でホーニチャーはなんか安定しない、オンオムニン輸入が安定しない、供給量が安定しないとか、輸入入ってこないと過去に対して、で新しいバージョンに、備えるためになくて、まあ要は売り、まあ要は安定しないから、そういうことなんだ。なんだけれども、これに対する、まあ7人乗りのセグメントに対しては王座を、再び王座に、ね、吹くことが、期待、まあ、助けるってなるだろうということです。はい、
んて言うんや、ピックアップトラックってことかな。未来の戦い、未来のレース直訳する、まあこれからの戦いって、トヨタヒラックスってのがあって、それが探す量として、最後の数ヶ月ってこと、最後の数ヶ月で、そうだね、最後の数ヶ月、最後の口、この年の最後まで楽観的に順なっていくってこと。変革、このモデルの販売に関しては楽観的になるってことかな、今年に関して。でしかし、まあトヨタのイラックスが、このフォードのレンジャーに、追いつくことはまあ無理でしょうと。で、まあ、7月トヨタのイラックス新しく だったやつが1130台だけ売ったと。1130台だけ売った。しかしその間にフォードはレンジャーは5400台、以上か。まあトップだね、トップだって書いてあるね。で三菱のトリトンっていうのがトリトンで、その後アップグレード、2019年のアップグレード後に、1235台を届けて、もうすでに届けて、まあ販売を伸ばした。まあこれもこれからのトヨタの主要な競争相手にはなると、こういうことです。一応これでジクティンネット存在ないな。トヨタ、ごめんごめん。